皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。コロナウイルスの影響でですね、なかなかこう外出もできずですね、寂しいというかこうもどかしい思いもあるでしょうけども、なんとか乗り切っていきましょう。そんな中、今回一つですね、今日ですね、とあるお手紙が届きました。実はですね、このお手紙というのは、今年の2月の頭に受講いたしました。じゃじゃん、見ますかね。熊本観光文化検定のですね、お知らせというか、素晴らしいグッズをいただきました。このね、熊本観光文化検定というのは、ですね、の結果につきました、以前ご紹介した通り、入門編である3級には無事合格をいたしました。ありがとうございます。2級は残念ながら。という感じでした。で、今回ですね、本日届いたのは、こちら、じゃじゃん、見えますかね、熊本観光文化検定、今回合格いたしました3級の合格証、そして、こちらですがステッカーでございます。素敵ですね、ありがとうございます。これですね、合格証につきましては、これ合格しましたということで、こういうカードでいただいております。立派なですね、ありがとうございます。これがちょっとどういうふうな特典になるのかというのは、あいにく存じ上げませんし、もしかしたらこの証明というステータスだけかもしれませんが、こういうふうに形で立派なものに残していただきまして、ありがとうございます。そしてこのステッカー、これ3級ステッカーでございますけども、まさに3級。ごめんなさい。花粉ではないですよ。こういうステッカーもいただきまして、ありがとうございます。余談ですけども、私が毎年受けております。大分学検定につきましては、この中級など認定されると、こんな感じで、じゃじゃん。これは認定書ということでいただいております。で、これは去年の分です。あと1点差ではね、私もトップだったんですけど、残念ながら。はい。ということでですね、いろいろと、私が熊本は第二のふるさとということもございまして、本当ふるさと、で、隣のたまたま、大分住みます、出ますけど、隣がですね、熊本県ということで、非常に馴染みがありますし、くしくも4年前に熊本地震も発生してですね、そしてコロナウイルスのなかなか本当厳しい状況でございますが、第二のふるさと熊本もやっぱ私は気になっておりますし、大変お世話になった場所でございますから、これからもですね、いろいろ、しばらくの間は、この過去のですね、旅行動画などをもとに、大分はじめ、熊本についてもご紹介してまいりたいと思いますので、ぜひ皆様、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。また、再生リストも、3月末から、熊本単独で、新しく再生リストも作りました。右上に出てます。ので、皆様どうか5000円のほどよろしくお願いいたします。ということで、今回は簡単な、熊本が観光文化検定のご案内とですね、ぜひ熊本もよろしくお願いいたしますということで、の動画でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。